皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラオカワエレナのアスカカマエフです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はバシャバシャした波のハンドモーションについて説明します。先日レッスンの時に生徒さんの方からバシャバシャした波のハンドモーションについて質問がありました。で、ここでシェアさせていただいたら皆さんのお役に立てるかなと思うのでご紹介させていただきます。バシャバシャした波のハンドモーションはリフトとプレスで作ります。ここでリフトとプレスの復習をしておきますね。リフトというのは手首がくの字に折れているこの状態です。肘が曲がっていて手首がくの字です。それに対してプレスは肘が伸びていて手首が外折れ状態、これをプレスと言います。では説明していきますね。リフトとプレスを右手と左手で交互に作っていくとバシャバシャした波のハンドモーションになります。ではまず右手を肘を少し折って手首の力を抜いてリフトの状態にします。それに対して左手を手首外折れプレス、このような状態にします。今度は反対ですよ。左手がリフトになる代わり右手がプレス、このように交互に作っていきます。では今から正しい例をします。で、このバシャバシャした波の手は、拍数もいろいろあると思います。4拍のうちに3回作るか、もしくは、2回作るかというのが多いかなと思います。どちらもやってみますね。まず4拍のうち3回作るパターンでいきます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7。ではそれに対して4拍のうちに2回作るというパターンでいきますね。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。このようにリフトとプレスを交互に作るとバシャバシャした波のハンドモーションを作ることができます。で、いきなり両手ですると難しいと思われる方はまずは片手ずつリフトとプレスを練習してみてください。で、慣れてこられてから交互、右と左を違う形で交互に作っていく練習をしてみましょう。今日は波のハンドモーションについて説明しました。ポイントはバシャバシャした波のハンドモーションを作るにはリフトとプレスの手を左右交互に作るです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。